台湾へ導入が始まっている F-16 戦闘機。しかし飛行停止となる状況になっています。今回、なぜ飛行停止となっているのかを詳しく見ていきますね。中国の度重なる侵入によって緊急発進の数も増加、台湾軍にも疲労の顔が見えます。2021年に入り、特に顕著に台湾の防空識別圏内への中国軍航空機の侵入行為が多発しており、台湾に対する航空戦力上での軍事的優位性を確信した中国がその実力を誇示する動きだと見られている。直近では5月4日にも中国軍の航空機である Y-8ASW が越機侵入行為を言ったと台湾空軍が発表しているが、先月からの累計ではすでに20回を超えるなど、明らかに挑発行為をエスカレートさせている。最近まで台湾は防空識別圏への侵入機への対応に自国の戦闘機をスクランブル発進させる対処をしていたが、あまりの頻度の上昇にコスト的、人的にも限界を迎え、地対空ミサイルでの対応に切り替えた。近年の台湾では、この戦闘機によるスクランブル発進におよそ900億円を超える負担を強いられており、その負担を軽減しつつ、万が一の際の防衛を担う策を地対空ミサイル網に託したとも言えるだろう。ただし、この状況にはコスト的な負担以外に、2020年11月に発生した夜間訓練中の台湾空軍の F-16 戦闘機の消息不明事故も影響を与えていると思われ、一時は保有する全機の飛行が中止されていた。この事故は11月17日の18時過ぎに発生したもので、夜間訓練で台湾の東部を飛行中だった空軍大佐の座乗した F-16 戦闘機が忽然と姿を消し、状況からは墜落事故ではないかと推測されている。事故後に一時台湾空軍は当該の F-16 戦闘機に搭載されていたブラックボックスの信号を探知したと発表し、そこから推定される地域を重点的に捜索していたが、未だ機体の発見には至っていない。この事故では機体そのものの回収には至っていないものの、事故現場とおぼしき場所の当日の天候やレーダーで確認できている状況から、機体に原因はなく、操縦者の空間識失調の疑いが濃厚と見られている。空間識失調は F-35 ライトニング 2A 型で初の墜落事故ともなった航空自衛隊機の事故原因ともされたもので、操縦者が何らかの要因で平衡感覚が麻痺することによって起きる人為的なものだと指摘されている。台湾空軍ではこの事故以来、保有するすべての F-16 戦闘機を飛行停止としていたが、中国軍への対応の必要度から翌12月上旬には徐々に訓練飛行を再開させており、並行して原因究明も継続することとしている。このあたりの台湾空軍の決断はまさに背に腹は変えられないとの悲痛な状況を物語るものだと言えそうだが、この事故を利用したインターネット上での中国サイドの偽情報工作も
話題となった。インターネット上の偽情報とは、県の F-16 戦闘機操縦者の台湾空軍大佐は、中国軍に投降して隔離状態に置かれていると述べるものであり、台湾国防部はこうした偽情報の拡散を激しく非難した。こうした中国によるインターネット上への偽情報による工作は、も、武軍と称されており、その多くが中国共産党政府の意を受けて、こうした虚偽情報を拡散することで知られ、それに利用された模様だ。そのすべてが中国共産党の配下にある人物たちかどうかは不明だが、いわゆる日本でいうところのネット右翼と同様に敵対国に対して虚偽の内容を元にしや誹謗、中傷を行うことで知られている。しかし、これら中国のも武軍ばかりでなく、容易に一般人ですら情報発信を行える世界を実現させてしまったインターネットは、日本においてもこうした台湾情勢をめぐる虚偽情報が散見された。それは2020年11月のアメリカ大統領選挙に端を発する虚偽情報の大量発生時からであり、日本で一応保守系とされる著名な YouTube なども台湾軍の戦闘機が中国軍機をミサイルで撃墜した等の虚偽内容を投稿していた。こうした論者たちは、いわゆるディープステートに支配された日本のマスコミは、こうした内容を全く報じておらず、反トランプで世論を統一しようと、都合の悪い情報を隠蔽していると主張していた。やがて、公的に、2021年1月20日に、バイデンが新大統領に収まり、一時ほどの勢いはなくしているとはいえ、こうしたインターネットを介した虚偽情報の拡散は、広く日本でも続く、ゆゆしき事態だと言えそうだ。ことに、先の台湾軍による中国軍機撃墜の件は、今、まさに、第三次世界大戦が勃発する直前だと扇動する内容であり、真に受けた一部の日本人勢力は、これを拡散することを実に熱心に行っていた。その様子は、まさに中国の、も、武軍等が目指しているであろう、虚偽情報による世界の混乱と、正確な情報の入手を阻害する手段として、機能し、インターネット情報の危うさを如実に物語るものだった。こうした事態は、ことあれば、中国の、も、武軍が、想定通りの中国に有利な、状況を容易に作り出すことにつながることを想起させ、サイバー戦闘の高度な、概念でなくとも、社会に混乱を引き起こせることを証明したと思える。